良平です。福岡でペイントをやってるものです。絵はちっちゃい頃から描いてたんですけど、学校の友達とか先生とか描いて、周りの友達が喜ぶのが嬉しいみたいなんで描いてました。で、大学はデザイン科ってところに入ったんですけど、案の定すごく遊びまくってしまって、留年をして、その時から絵をなんか本格的にやり始めたんですよ、ね、でそれがバイトしてた先にいた友達がライブペイントをしてるっていうのを聞いて、ライブペイントってなんだろうと思って、見に行って、で人前でこう絵を描いてっていうので、こうバーみたいなところで毎月やってるイベントとかに参加させてもらうようになってから、本格的に始まったという感じです。2007年ぐらいに。今回のその展示っていうのは、本当今まで変えてきた中でも全然もうスタイルが一気に変わったものが多くて、ちょっと目を怪我するということがあって、でその期間中に描いたものを今回の展示の内容としてメインで出させてもらってて、1月末で2月から3月ぐらい、3、4ぐらいで描き上げたものがメインで、すごくいろんな方に来てもらって、古典ですし、すごい良かったです。やっぱ絵描いてて目が見えないとかっていうのは結構辛くて、いろんな感じることもあって、その今までは描いてた絵ってそんなに意味みたいなものがなかったんで、いろいろ人に聞かれても話すことって特になかったんですけど、その時に思ったこととか、こう 目を失うとやっぱこう感じるものってすごいいっぱいあって、そういうものをその絵にできたっていう意味では、ちょっと一個自分の中でも進化したのかなと思って、不幸中の幸いって感じで、でもいい感じに自分では言っているのかなと思ってはいます。なんか人に伝えたいって思いで絵を描いてることがあんまなくて、絵は毎日のように描くんで、本当に自分に起きたことっていうのが他のその見る人にとってもどっかしら共通点があるようなことだったりすると思ってて、テーマの中にこう人に触れたいとか、なんかそういうふうな思いに至ったこととかもあって、表現できたっていうのがちょっと自分の中では良かったなって思ってますね。伝えたいっていうよりも共感してくれるかなみたいな、だからキャプションもつけた理由はそこにある。